愛子競馬場は、現在の宮城県仙台市青葉区、愛子中央4丁目付近に、かつて存在したと推定される、競馬場。昭和4年周期から競馬が開催され、以降昭和5年と、昭和6年の春季と周期に競馬を開催したが、事業不振のために、昭和6年周期開催をもって閉鎖された。愛子競馬場の春行を報道する記事。 昭和4年11月22日付、河北新報宮城県産場畜産組合は宮城、野原連平場の敷地の一角を逐次借用して、仮設の競馬場である仙台宮城野原競馬場を運営し、競馬開催を行っていたが、大正12年の競馬法改正に伴い昭和4年周期以降の仮設競馬場での競馬開催は、続行不可能となった。 このため、同組合は常設の競馬場を設置する必要に迫られ、仙台市及び仙台市近郊において競馬場用地を探していた。大野原や七北田など各地より競馬場誘致の出願があったが、土地の買収費用が多額に上るため実現には至らず、仙台市長に対し、広瀬村下愛子の植林地、約2万坪の無償借用を申請したが、 こちらも、却下となった。そのような中、加藤中三郎なる人物が、発起人となる、愛子競馬協賛会より、土地提供の申し出があったため、宮城県三場畜産組合はその申し出を受け入れ、愛子競馬協賛会の協力を得て、昭和4年11月21日に、神愛子技上原に掘ったて小屋敷の庭か作りの、競馬場を設置した。これが、 愛子競馬場である。愛子競馬場は、当時の周辺地図が現存していないため正確な座標は特定できない。しかし、主催者である宮城県産馬畜産組合の辞席書、宮城県産馬要欄には前述の通り、神愛子技上原に愛子競馬場を設置したとの記述があることや、平成風土記にも出展不明ながら昭和4年昭和6年にかけて、 仙台電波工業高等専門学校から大文字のあたりに競馬場が存在したとの記述があり、また仙台電波工業高等専門学校と上原市営住宅の敷地面積から考えても競馬場用地としてに十分な面積が確保できるという点などから愛子競馬場は現在の愛子中央4丁目付近に存在したと考えてほぼ間違いないものと思われる。 なお、神愛子技上原という地名は2000年代初頭の土地区画整理によって消滅している。以下に愛子競馬の開催記録のうち現存するものを記載する。昭和4年11月の開催愛子競馬場の布教を伝える記事。昭和4年11月26日付河北新報を愛子競馬場で 1> 第1回目の開催は昭和4年11月22日から24までの3日間で行われることとなった。事前の申し込みでは、内国産3歳馬9頭、県内産、新馬十11頭、県内産、小馬9頭、内国産、アラブ14頭、内国産新馬九9頭、内国産小馬二27頭、内国産基上速報17頭の、計96頭の申し込みがあり、 優勝競争の賞金額は200円。一般価値馬投票券は1枚1円。入場料は1等席10円。2等席5円。3等席は1円と定められ、万を持たしての開催となったが、当時が不況下であったこと。交通網の整備されていない愛子での開催であったこと。11月下旬で。 寒気の中での開催となったことなどが重なり、3日間連続の不況に終わったという。昭和4年11月22日、愛子競馬の結果昭和4年11月23日、愛子競馬の結果昭和4年11月24日、愛子競馬の結果昭和6年5月の開催昭和6年の5月30日、31日、6月1日に行われた。 春季開催は、公典と開催日が日曜日を含んでいるということも、あって、盛況だったと報じられている。昭和6年6月2日付の河北新報には2日目の様子が報道されており、その様子は、近郊からの観客続々として入場し、正午頃にはスタンドを埋め尽くしたある。昭和5年5月31日、愛子競馬の結果上記のように、 愛子競馬場では瞬中に競馬を開催していたが、その成績は決して芳しいものではなかった。結局、土地偏在、交通不便のため、将来の発展の見込みなきと判断され、昭和7年4月13日をもって、宮城県知事の認可のもと、愛子競馬場は廃止された。ありがとうございます。